タイガン、東京 Winners or Losers。こんばんは。こんばんは。<laughs> んんはあの、三浦淳と申します。リリー・フランケイと申します。はい えっと、一応台本通り読みますと、はい、今日はこの番組のテーマが、はい、東京ウィナーズルーザーズはということで、<わ>勝ち組負け組みたいな話を求められていると。俺らに。俺らに。<laughs> あの、この時間帯にやってるじもう自体がもう負け組っていうことはもう判定、ね、破棄してんだけども、わざわざやると。勝負にも加わってないのにもう負け組の方に入ってる。入ってるっていうことですよね。ですよね。はい。 あの、秋元康先生がお考えになったお言葉でしょで勝ち組とか負け組とかっていうのは。<ー>はい、ね。それは自分が勝ったと思ってないと考えられない。考えられないことですからね。<laughs> ねまあ、あの、えっ、ー、と、こ、年内あったことで、はい、この人が勝ち組とか負け組とかを言えばいいみたいですね。うんうん、ああ、はい。なるほど。はい。これでもあれですよね。はい、よくあのー、 ちょっとこう仕事関係のそのちょっと偉い人に飲み屋とか連れて行かれて、はい、すぐこのまけ、ね、勝ち負けにこだわってる人いますけどなんかこう、はい、しょっぱいですよね、そういう人はもう、ね、の考え方。もうかなりあの古い考えですよね。いねはい。もう今、メジャーもインディーもなくなったと言われてる昨今、うん、これで分けていくっていうのもね、うん、あれなんですけどまああの、裏番組が、あのー、 アケボノとか、あの、ボブサップの今試合やっておりますんで、はい、それを見ながら聞いてもらえれば、あの、どんだけ僕らが負けているかということが、はっきりわかる。わかりますね。わかりやすいこと。わかりやすいですよね。あの、ボブサップが負けようが、アケボノが負けようが、僕らには勝ってるってことですからね。うん、いいことだと思いますね。はい。まず、あの、負けを認めた上で、番組を進行させていただきたいと。はい。思ってます。で、 このビンゴがあるんですけども、ビンゴってあの、なんか、ありますね。あの、あの、喫茶店レベルの結婚式をする友達が、あの、ハンズで買ってくる。そうです。あの、負け組ビンゴが。そうです。パーティーグッズのコーナーですね。大概あの、この時期にパーティーグッズのコーナーに集まってる人って負け組っていう人多いですよね。あの、これとか、あと、ま、あの、衣装みたいなの売ってますよね。あ、タスキとかね。タスキとか。社長とか書いてるね。社長とか書いてるやつね。 あれですよね。今日の主役みたいな。で、これで出たやつを回したら、ネタがなんか飛び出してくるらしいですわ。なるほど。はい。あの世の中のことはお詳しいですよね。大体あの偏りはかなりありますよ。はいはい。ま、あの、今年1年振り返ってってっことなんで、あの、懐かしいネタも出てくると思いますんで。なんで俺がしっかり進行してるのかわかんないけど、ま、ちょっとさせてもらいますわ。お願いします。はい。あの、自己紹介なんとどうでしょうか えじゃあ僕から。はい、どうぞ。ー、僕は、あの、j w a ー e で、TR2 の水曜日を。水曜日だ。担当しております。リリー・フランキーと言ってました。はい。え三浦淳さんとはもう、あの、大学の後輩になりまして。はい。はい。今日は、え浦皆さんとは、あの、居酒屋で会うことあって、もうこうね、マイクを挟んでっていう。これね、飲んでないのに喋るのはずかしんだよね。なんか照れくさい俺はもう皆さん飲んできてるもんいやいやいや、飲んできてないんですよ。ちょっと照れくせえなと思って。だからもうマイクで顔隠しつつやる。かなり隠し。 のレッドイットビーの録音みたいなマイクになってますけどね。<laughs> そうなんですよね。まあ、えっと、水曜日担当されて。はい。僕、火曜日担当しております。はい。はい、あの、三浦淳と申します。はい。番組中は多分、リリーさんの番組と俺の番組で、多分、ほぼ、あの、地球上の地っていう言葉は、全部喋ってるんでしょう。えー、はい。あの、<laughs> j w ェブにらしからぬ放送ということで。えー でも、あれですよね。本当半年近く、ミラさんと僕とあ、あの、はい、繰り返してきたおかげで、かなりちょっと、ちょっとって言葉も、六本木ヒルズに、に使わしい感じになってきましたね。<laughs> なてましたね。なんか、ちょっと村上隆的なイメージになってきましたね、僕が <laughs> <と>。<笑><笑>あの、まあ、あの、あまあ、これ七時台の番組でしたね、そあ、そうですね。それはに使わしくないでしたね。<laughs> えー、はい。まあ、あの、そんな、あの、トークも交えて、やっていくこうと思いますので。はい、じゃあ、あの、どっちか行きましょうか。 リーさんが行きましょう。じゃあ、リーさんから、あの、東京ハンズのやつを回していきます。はい。はい。あ本当に、寂しくなるとですね。これは出ませんね。逆向きでしたね。はい。はい。はいあ、もうそろそろ出るんだけどね。あ、来ましたね。来まはい。はい、出ました。はい。えっと、王の73でもう全然初めから用意してやりますけどね、これ。ありました、ありました。あ、もうあの、タイムリーな話題来ました。ああ。柔らちゃんでございます。 はいどう、どう、どう,どうですかっていう、ねはい <laughs> 僕一応あの、ビデオは、あの、標準で結婚式撮らせていただいて。一応俺もなんかの時のためには撮っときましょう。そうですよね。撮っときましたね。爪はもちろんおられました。爪はおるつもりではいますけど。はい <laughs> まだでも見返してはないんですけど、あの、再現ビデオとかはやってたわけです。あやってま本人による。はい。そんなの、あの、えっと、あれですね、若田明事件以来ですね。本人が再現ドラマするっていうのはね。久しぶりでしたね。島津高のカラオケビデオ付近に島津高が出てくるようなもんですよね。そうですよね。本人が登場ということで。あの、結婚式の方はご覧になるないえ、ちょっと、え、見ましたね。はい。あの、僕、あの、野球のこと全然詳しくないんですけど、あの、10メートルっていうのは、 な、なんか、谷選手の背番号とかそういうやつですです谷選手の背番号に合わせて10みたいなですね。はい、10っていうことですか。えー、あの、なんか割と俯瞰のカメラで、えー、あの、入場のとこ捉えてましたけど、えー、なんか巨大イカの逆襲みたいな、白いイカみたいなやつがビローンとこう、なってましたよね。<laughs> ねありましたね。ね。大あの年末って言ったら、あの巨大イカの大逆襲っていうのをテレビでやるっていうのは、風習でしたけどね。あま,ねえー、まあその辺も多分、わらちゃんオマージュしてるオマージュでしょ、ね。オマージュでしょ、ね。あの、センターステージっていうのはどうでしたあの、 ローリングストーンズ以来見たんですよ。すね、セントステージ。はい、<laughs> まあ、そしてケーキもね、地球でしたから。ああ地球でしたね。えー、あれ、地球のとこに、あのー、船みたいなのがしましたね。あれはタイタニックですか まあ途中で割れるんでしょうね。うで割れるか沈みましょうってことですよね。<laughs> そうでしょう。そうですよね。いやでもさすがにあそこまでやられると、はい、あんまりこう、いろいろね、あの、<laughs> 細かいことを言うのも、気が引けるっていう。はい、<laughs> そうですよね。そうですよね。<laughs> でもまあもともとやらちゃんはもう何年も前から女優という仕事には興味があるっておっしゃってましたから。はい、あ、おっしゃってましたか、ええ。あ、もうそうですか。はい、<laughs> あのー、何回かお色直しをされて。 あの、い、つ柔道着が出てくるのかなって思ってましたけどね。でも、やわらちゃんが全てデザインをして。らしいですね。そしてはい。あの、結婚指輪は、はい。あの、セーラーズのね、デザイナーの人に。あ、頼まれた頼まれて。僕は初め、あの、結婚指輪がコンペイトなのかとすら思ってたんですよ。コンペイトを二人で見に行ったって言ったから、結婚指輪のところの先にコンペイトがついてるのかなと思ったら、どうやら違うみたいでしたけどね。ねあの、センダーステージにあの、えっと、祭りっていう歌でね。 あの登場された、あの、軍団の人いたでしょ <laughs> ね。長島茂雄さんも、ばーン乗っていって、あの、あと誰乗ってましたっけえっ、ー、と、いろんな方乗ってましたよ、この,の上に。えー、あ、小林幸子さんも乗ってましたし、そうそうやまなくんに僕。正月によっぽど暇な時にそれ見ようと思って、はい、まだビデオ見てないんですけそうですか。<laughs> あの、24、あの、 じっくり見ようみたいな感じですよね。はい、あのビデオはね。24時間の出イ事ートですからね。<laughs> 大変あそんなド派手なんですかすごい。センターステージは見物です。じゃあもう、はい、ね紅白歌合すよりももう下手したら派手な,な,な。派手でしたね。じゃないです全然派手でしたね。えー で、あの、センターステージにおられる人は、円形のセンターステージでございまして、ええ、あの、中央のらちゃんと谷選手と、目線を合わさないように歌うっていうのが、多分ゲームだ、<laughs> ゲーム趣旨だったと思うんですけどね。なるほどね。はい。この目線合わさずっていうことでしたけどね。うん。はい。これはでもね、最近あの、芸能人の人がすごい地味な結婚式をする中ね。ねねねうん。ええ。久しぶりでしたよね。久しぶりに。<laughs> 最後にあの、ものすごい仕掛けあるって言って、徳道さんが、ああ大きく言った俺には、 仕掛けが割と、しょぼくて、ちょっとね、何か、あの、最後、インディペンデンスデーみたいな、なんかこう、もう全部丸呑みになっていくみたいなやつですかあの、割と、こう、なんていうの、ライトサーベルみたいなもんで、ピカピカ光らしてて、割とビ b だったんですよね、そこがちょっと企画倒れ的な。そのサーベルで、やはらちゃんと谷選手が、あの、戦うみたいな。戦うみたいなのかなと思ってたら、なんか書く。 ところに、こう、あの、ランプがついていくみたいな、ぐらいな感じでして、なんか、徳光さんちょっと言い過ぎてんなっていう、古代広告な感じでしたけどね、あれ。六6万円の引き出物だったっていうことですね。<ー>はい、あ、そのなんか引き出物の中身はなんかテレビでやってましたね。はい、あ、見ましたかはい。あの、次の日にもうあの、ネットオークションで。<laughs> 出,て <laughs> 出てました。誰が出したのか知らないけど、出てましたね。<laughs> はい。 ボールペンみたいなのがありましたね。ありました一 1>,、はい、1万円のボールペンだったとか。1> 1万ンとか。はい。えー、あの、多分ね、あの、こう、あの、縦にすると、ヤワラちゃんが脱いでいくヌードボールペンだとたは <laughs> それ、あの、<laughs> ハワイのお土産物ですね。<laughs> あれだと思うんですけどね。あと、皿も出ましたね。皿ね。皿出ました。<ー>普通そういうのってなんかこう割れ物って出すんでしたっけ ああ、そうですよね。それは、えっと、世界中に何枚しかない皿らしくて、60何枚なんかわかんないですけど。ああ、それはなんか昔あの、ゴッドハンドって言われた人があの、土から掘り返したような皿なんですね。皿でしょうね、多分。ほんで、1枚でも割れたら番長皿屋敷みたいなことになっちゃうんじゃないですかね。でも、6枚の引き出物がもらえて、それだけの祝宴だってことこれ、修儀どれぐらい包んでいくんですかね。ここは考えていかなきゃなんないところですよね。僕、一回あの、西条秀樹さんっていう方の、はい。 結婚式の招待状が何か知らないけど、いい舞い込んできまして。あのー、でももう、ご祝儀がいくら進むかちょっとわからないっていうことで、はい、欠席させていただいたんですけども。<ー>はい。<laughs> その理由は明確でいいですね。そうですね。それしか分かんなかったんですけど、<laughs> 6万円に対してはいくらぐらいなんですかね。これやっぱり、はい、こんなもんが出たらやっぱ最低10万以上ですよね。そうですよね。ね 普通友達のレベルで10万なんてやったら一生覚えてますよね,ね。一生覚えてますよ。一生ついていくとまで言われる金ですよね。<laughs> だってそれに出席したデビュー夫人が、食事もとっても美味しかったって言ってましたよ。うんはい ああ、じゃあグラタンが出なかったってことですね。グラタンは出なかった。エビグラタンは出なかったエビじゃなくてグラタン、グラタンのじゃない本物のエビだったんですよね。まあそんなとこでしょうかね。あの、やわらちゃんということでございました。今年あの一番あの、話題になった結婚式の一本でございました。じゃあ俺がちょっとやらせてもらいました。これはこっちでしょあ、そ逆ですね。逆ですね。こんなやったことないんで。はい。出ました。はい。はい。え愛の30番。 ね、はい。これどうですかこれあの、あの最後、ギリギリ、2000、<laughs> あの、三年、ギリギリ飛び込んできた、きた大鶴ギタンマルシア事件。ああ。大鶴ギタンのギタンっていうのは、はい、なんかあのー、あれ、あれみたいですよね。噂では、あのー、うん、タバコの時短から。 あ、つけたんですかつけたっていう、誰かに聞いたんで、それも飲み屋なんで。あ、飲み屋あんまり信憑性はない,い。信憑性ないですけど。ああ<ー>。あ、それで終わりですかええ。<ー> <laughs> マルシアが本気で怒ってましたね、でも、ね、本気でしたね,ね。なんかマルシアの、うん、あの怒ってた時の話をこう総合すると、はいはい、まあ自分家に誰か女がいたのを見て、うん っていうことで、でね、まあ、マルシアにしてみれば、もうあれは本当に何のもう言い開きもできないんじゃないかって言ってたと、いうことは、まあそういう絵だったんでしょうね。はい、そういう絵だったんでしょうね。<laughs> 発見した時には。<laughs> もう 入ってたってことでしょうね。入ってたんですよね。入ってましよね。それはね。布団で隠してはなかったってことですよね。そういう映画的じゃないと思いますよね。そうですよね。必ず映画では布団で隠してはない。隠してますね。でも、当の大鶴義丹が仕事の都合で、来年の4月まで南米にいるって、どんな仕事なんだってことが俺気になったんですよね。そうそうそう。すごい南米で拘束されてるっていう。そうでしたよね。帰ってこれないっていうのがね。帰ってこれないって。そうですよね。まあでも、 今、南米にいたいでしょうね、気分的には。まあ、痛いでしょうね。痛いでしょうね。<laughs> まあ、スタッフには正月ぐらい帰っていいよぐらいのことは言われたんでしょうけど。<laughs> いや、行ってたいですよね。<laughs> まあ、ちょっと、その、まあ、お鶴ギタの話は一向に南米からは届いてないんで <laughs>、なんとも言えないですけど、<laughs> ちょっとこう、同情する感じはありますよね。ありますね。ありますね、これはね。<laughs> じゃあ、次行ってみましょうか。はい。はい。じゃあ、今度は僕タていきます。はい、お、来ましたよ。 はい。はい。えー、愛の18番ですね。あなるほど。スイカップ。あ<ー>あ。りましたね、今年。あの人すごいでかくないですかすごいでかいですよ。すごいでかいですよね。ほんで、あのスイカップと D カップってまた違うわけじゃないですか。えー、僕あの、スイカップっていうのは、 血管がいっぱい浮き出してるやつだとを言うんだと僕ずっと思ってたんですけど、違うんですか <laughs> 違うんじゃないですか、ね、違うんですかあのスイ <laughs> この多分スイカップは、このアナウンサーの方のその地元がスイカの産地らしいんですよ。はいはい、あ、やっぱり。はい、あ、そうなんですか、はい、山形県ですよね。山形,ね山形県ですよね。らんぼができるところでスイカもできるんですね。ねえ、はい、あそこは。 桜んぼぶどうとかありましたよね。ね<え>山形県の銅像のぶどう盗まれたんじゃなかったですかあ,あなんか確かになんかそんな事件ありましたありました、ありました。あ、スイカの産地だからそこの名前を付けたってことですかはねえでもほら、その方は契約のアナウンサーをそれで辞められて、はい、これからなんかまあ東京でいろんなね、プロダクションがもう、はい。手ぐすね引いて待ってるらしいまし、あ、待ってますよね。待ってますよね。 でもやっぱイエローキャブにしてみればこのアナウンサーはやっぱドラフト1位ですよ。いや、欲しいですよね。ねこれは欲しいですよね。即戦力ですからね。そうですよね。まあ、あのスイカアップに隠れてあのー、あれもありましたね。セックスレスっていうのもやってましたね、そういえば。あの人。えっと、誰でしたっけ出ないんですよ、僕最近。本当に。出ないんですけど、<laughs> あの、杉本彩さんですよ。あ、あセックスレス、 問題を、妙に問うって世の中に問うっていうことで。そいてきましたね、彼ら。問ってきました。そして、その、もう、揺り返しが今、すごいことになってますね。すごいことになってますね、<laughs> ね今。あの、番組では、あの、風水で、あの、だいぶ、部屋の模様替えもされたらなしいんだけど、<laughs> 風水で模様替えしてからも、すごいことになってますからね、今。もう、今はかなり、タが外れたようにね。だましたね。くさんの、えっと、花と蛇でしたっけはいはい。主演決まられたら、ね、しくて。てはい。 これはでも今杉本はかなりライカローリングストーンですね。ですよね。<laughs> <laughs> どんな気がするハウダーズフィールド入りましたよね。入りましたよね。いい感じですけどね。はい。じゃあ次回しますわね。はい。よ。よいはい。えっと、N の35。はい。ヌーブラっていうのは何なんですかヌーブラ知らないんですよ。ヌーブラですよ。はい、あの、うん、この、 お,まあ、おっぱいに貼るシールみたいなもんですよね。うん、あれ。ちょっとここのふかふかのウレタン、うん、ウレタンというかなんかもう、あれなんつうのかな、ちょっと新素材の。貼るんですか貼るんですよ。あの、ニッ,ニップレスじゃなくて。ニップレスじゃなくて。ニプレスは、うん、あの、乳輪よび乳首だけじゃないだけですよね。オンリーでしたね。あの、ヌーブラはもう、うん、全体。もう全体をベタってこう。 ベタッと、あの、サロンバスみたいなやつですか。いや、そ、しそんな、そんなシール系、もっともこもこシールな <laughs> みたいな。<laughs> あの、通勤快速みたいな、あの、<laughs> ほら、足がひやーっとするジェル状のやつじゃないですかそんなんじゃないですね。じゃないんですか。もっとこう、ぷよぷよした、なんかこう、そういう柔らかいものが、うん、なんか、ベタって、ッとなんかこう、スクリーミングマットジョージが、なんかこう、<laughs> SFX やるときに使いそうな素材のもので、ベタってこう。うん はあ、それはヌーブラって言うんですかこれ、これはね、あれですよ。でも、あの、よくなんかこう、変な透明のストラップとか結構遠ざめじゃないですか。はい、透明ストラップ。い、本当にもう、後ろも背中も見せられるし、こう、肩も見せられるけど、貼ってあるんですよね。なんだけど、これちょっとこう、その、ちょっとゴム系の匂いがするんですよ、これ。いいじゃないですか。おっぱいが。僕割とゴムフェチなんで。あ、そうですか。俺は好きですけどね。おっぱいの匂いがちょっと、今年全体みんなちょっとゴム臭くなった。 ああ、なるほどね。それは、ヌーブラから、あの、進化して、ヌーパンは出なかったんですかヌーパンは多分求められてないんですよ。<laughs> ヌーパンは求められてない。<laughs> ヌ,ヌーパンは求められてないんですよ。ああ、そっか。<分>あの、地骨を、あの、張り出させても意味がないってことですよね、えー。ヌーパンは、むしろみんながボリュームを下げようとしてるのに。<laughs> <laughs> それミック・ジャガーとかデビット・ボーイは求めてたんでしょうね。男の場合はありですよね。ああよルパンはね、えー。それはやっぱロックの象徴的なものなですから。そうですよね。えー、あの、クイーン、シカリ、もうみんなそうですよね。よツイートとか、これの、あの、さえない、あの、グループたちは必ず股間をピチピチしてましたから、ね。ピチピチに膨れてないとダメですからね。あ、なるほどね。うん だから、このヌーブラはもう本当売り切れになって。あ、そうなんですかもうあの、いろいろもいろんなとこでも、あの、ブートレグもいっぱい出て。あ、そうなん、ね、ブートレグはすぐ取れちゃうらしいですね、なんか。ああ、粘着力が粘着力悪くて。くてへ,ーへーヌーブラの人ってわからないでしょもちろん。からない。あの、外からも全然わかんないわけでしょ<ー>で、ちょっと巨乳系に見えるわけですか形がいいわけですかっていうか、やっぱこう、ブラジャーをしてないのにちょっと胸が寄せられるとか。はい,はい,はい、はい、こう、あの、乳首があの、ポッチってならないとか。 はいはいはいこれはなんかあの、結婚した友達がいて、結婚式に行ったらその花嫁がヌーブラしてるっていうか、ちょっと見せてって言って、上からパカッて見せてもらいましたけどね。へえそういい引き出物でしたね、いい引き出物でした。でもやっぱちょっとね、そのヌーブラつけてる姿はかなり興ざめですね。あ、そうですか携帯的には良くないわけですかあの、ビジュアルとしては今一つなんですよ。ああ、な桃引きみたいな色で。あ、色が悪いですね。楽だっぽいんですよ。 あ、そうなんですか。ああ、昔はだからシリコンを中に入れていったけど、外に出していくっていう。出してみようっていう。出してみようってうことですね。ということになったんですよね。そういうことですよね。<laughs> ねそういう動きですね。えー、あのね。はい。じゃあ次行きましょうか。はい、はい。じゃあ、俺ですね。はい。これは、そっち、ね、こっちですよね。ねはいよ。はい。はい。はい。ええー、四の三の N でございますね。 え、これんですかあ、タトゥー,トゥーこれね、うん、俺行ったんですよ、タトゥーの。そう、すごいっちですよね。はいよ。はい。はい、えー、4の3の N でございますね。はい。えー、これんですかあ、タトゥー,トゥーこれね、うん、俺行ったんですよ、タトゥーの。あ、行きましたかこれをやろうと思って、あのー、 ふざけてたでしょこの人ら。はい。調子こいてたでしょええ。調子こいてるのは自分だけで十分なんで、こういうのはムカつくから、<laughs> 一回ね、あのー、小泉さんと、あのー、なんか、生出演してたんですよ。見ました 小泉さん。さんと、あの、あの、あの人、小泉純一郎と。あ、あの人。あの人と。ええ。<で>あ,あの人、タツーとも絡んでるんですか絡んでるんですよ。<laughs> こんな日本が大切な時に。あの人とカンナオトと、ええ、生出演した時タツーも出てきて、ええ、あの、生出演でね、ビデオカメラを持って、あの、床に転がって、小泉さんの股間舐めの、あの、ショットを撮ってるんですよ。ええ。でも、本当、 蹴り入れてもいい角度だったんですよ。すごくいい蹴りの角度だったんですよ。ええうん、でも、二人はね、ニヤニヤしてたんですよ。で、もうそこでやっぱり自民党ダメだなって僕、あの、政治うるさいですから。あそうでしょうね。<laughs> ダメだなと思ったんですけど。うん、それから、あまあ、自民党、あの、小泉政権にまたなって。うん、あの、とりあえずタトゥー見つけ次第グーで殴ってもいいっていう法律が決まったらしいんで。<laughs> はい。俺はグーで殴りに行ってやろうと思って、一日目来、来東京ドームガラガラだっていうので、二、ええ、日目、 ちょっと遅れて行った方が、もっと安いだろうと思って行ったんですよ。うん、<laughs> で、ちょっと遅れて行ったら、ダフ屋のおっさんに、あの、まあ、200円ぐらいで売ってんだろうなと思ったんで、うん、あの、聞いてみたら、あの、あま、あの、券余ってたら買うよって言うんですよ。もう、コンサート始まってんですよ。券余ってたら買うよって言うんですよ。そう、何事ですかね。何事なんだろうと思って、うん、え あまりすぎてんじゃないですかって言ったら、あんたみたいなね、暇なやつがいっぱい来てんだよ、今。<laughs> 満員なんだよって言われて、<laughs> ええー、と思って、入り口まで行ったんですけど、まあ、音漏れてました。 正規の値段で7500円ぐらいだったんですよ。そのもん買ったら俺の負けですから。そうですね。つえーっと思って、俺ネットオークションっていうのをよく意味知らなくて、ええ、僕その東京ドームの前でオークションやってんだと思ったんですよ。<laughs> ほんで、安い安いよって言って買って入るんだと思ったら、どうやらインターネットのことだったらしいですよ。そうですよ。らしいですね。<laughs> ほんでもう帰って不手寝でしたね、その日はね。そうなんだ、二日目は混んでたんだ。ええ、いや、ほんで次の日にスポーツ新聞見たらガラガラだったんですよ。 だから俺、ダフ騙されたんですよ。あ、ダされたタトゥーファンだったんですよ。そうそう、タトゥーファンで馬バカにするやつを許さんってことだったまあ大体あの、外で売ってる人もタトゥーが入ってますからね。仲間意識ですからね。うまい。これは、うまく決まりましたね、これは。まあでも、イメージではなんかね、レックスが公開の時みたいにタダで喧嘩ってた。イメージですけどね。レックス恐竜物語のことですね。あの、トリップ映画って言われてた映画ですよね、あれはね。うん。どうですか、タトゥー。タトゥーね。 たちょっと最初に出た時には、はい、ま、少しは何か思いましたけど、この、はい、だってまだタトゥーが話題になって、はい、日本でも100万枚近く売れたわけなんでしょう。はい,はい。はい、そしてこんだけ話題があったのに、もうこの大晦日のこの時間にタトゥーって口にするだけでももう古いっていうい感じがしますよね。<laughs> すごい早い腐り方ですよね。<う> <laughs> で、タトゥーに便乗しようと思って、バイアグラっていう番組も出てきてね。<laughs> あれ結構俺好きなんですよ。<laughs> ちょっとおかしかったですけど、ね、あの <laughs> 出方がね。出方おかしかったです、ね。あれもスシューッと腐ってもう帰ってしまいましたけどね、えー。タトゥーってちょっと子供っぽいじゃないですか。はい,はいはいはい。バイアグラは本当に大人のエロだったじゃないですか、ね。そうですね。えー、この人たちはまだ若いエロですからね、えーうん。まあでも、あの、キスしたり、レズを普及さそうとしてたわけですよね。あ,<ー>あの、ホモはかなりあの人権、 得ましたけども、ね、レーズがもう一つこうパッとしてないんじゃないかっていうところに一石投じた事件だったような気がしましたけどね。ねあのといったところであのもういいっていう話なんで <laughs> この話、うん、続きは後ほどということで三浦純でした。イリーランキでしたザ Tokyo winners losers はい、九時代でございますね。はい。Uh、じゃあ、九時代は、あの、リリーさんが仕切って。はい、終わりました。<laughs> はい、よろしくお願いします。ええー、それでは、えー、はい、じゃあ、この、 さっきと同じように、またもう一回この、東京ハンズの、はい。バはい。出ましたね。はい。第十四番ですね。はい。はい。はい。えー、各界ですね。各界えー、これは、朝、朝昇竜とか、はい。高野花の引退とか、はい。高見盛りが人気で、とか、はい。はい。このやっぱ、朝昇竜よりも、あの、何でしたっけあの、川村人、あの、光と付き合ってた、ね。千代大会とかね。はいはいはい。 やっぱこうグラビアアイドルと、はい、あのお相撲さんがこう付き合ったりする世の中になってきましたね。なってきましたね。えー、ってきましたね <laughs> そうなんですよね、えー。でもやっぱこのお相撲さんと付き合ったことがある女の人っていうのがそのまま結婚すればいいですけど、はい、その後ずっとその力士のイメージがその人には付くわけですよね。そうですよね。付きましたね。えー、で、あの、しこなめとか付かないわけですからね、奥さんはね。<laughs> 奥さんは付かないですから、ね。付いた方がいいですよね。えー ああそ,そうですね。多分俺も皆様そんなに相撲には興味がないんですよね。ないんですないんですよね。んですけども。じゃあ、<え>いきますか、あず、はい、じゃあ俺回させてもらいますわ。はい、よはい。えっとですね。えー、N もね、44でございます、ね、はい。はい。ゴジラ。ゴジラ。ね。ゴジラつっても松井の,松井のお父さんデビュー。はい。あの、ゴジラつって、松井選手のことを、ゴジラっていう、 あの、アメリカの人は、USA のゴジラのことを言ってますよね。ああ、そうですよね,ね。多分。えー、で、ゴジラには、一作目からずっと歴代顔が違ってるってことは知ってる人は少ないですよね、うん、意外少ないでしょうね。そうですよね。ね<ー>で、僕松井さんっていうのを見たときは、初めて見てゴジラって言われてるのを分かったのは、モスラ対ゴジラの時のゴジラなんですよ。<laughs> 顔が。で、キングコング対ゴジラの時のゴジラではないんですよ。ああ、ない、ね。顔ですから、あれは。 でそこは分かってんのかなって、すごい疑問ですけどね、僕。皆さん、その辺のディティール踏まえてないやつには、はい、うるさいですよね。うるさいですよ。それでちょっと飲み屋で説教出るんですよね。<laughs> あの、大きくゴジラを捉えてらっしゃるような感じなんですよね。だから、ゴジラの親父がデビューなんていうのは変な話でね。うん。ゴジラの息子がミニラだったわけだから。そうですね。だから松井選手はミニラに当たるっていうことになるわけですよね。そう,そ,うそうです、そうです。そうですよね。えー 僕も変な話だなと思ってたんですけどね。あれゴ、ゴジラってのはでも一説によると男か女か半然としてないって。言うらしいですね。すねねゴジラの息子は卵でしたからね。うん、そうですよね。わかんないんですよね、そこら辺はね。うん。うん、ミニラってはなんかなんとなく金子の棒に似てるんですよ、ねはいああ。似てました、似てました <laughs>、うん。あの頃から怪獣ちょっと離れてしまいましたけどね、やっぱり。俺の好きな怪獣じゃないなと思ったんですけどね。うん、あの人、石川県でしたよね。確かにですね。ね。僕,ね僕あの松井、 三の記念館ってとこ行きました。行きますね、いろんなところ。あの、全く興味なかったんですけど、あの、勝手に観光協会ってうんでぐるぐる回ってたら、当たりましてそこに。実家が、その、記念館の後ろにあるんですよね。で、記念館にはサインボールとかいろいろ並んで、等身大の看板が立ってましたわ。それだけのことでしたけどね、僕にとっては。はい。なるほどね。はい。じゃあ、次行きましょうか。あ、もう次行きましょうか。はい。はい。 えー、愛の27番ですね。あ、マイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソン。はい。うん。<laughs> えー、愛の27番ですね。<laughs> あ、マイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソン。はい。うん。まあ、ご内蔵なんですよ。 そう考えると偉いなって、いつも自分と比較すると偉いじゃないですか。でも、三浦さんの同い年の人は当たり年なんですよね。はい、そうですかマイケル・ジャクソンもマドンナもプリンスも同い年ですよ。うん、あ、みんな同い年なんですか、はい、ああ、そうですか。ええ、はい、俺、マイケル・ジャクソンは MJ で俺と同じ頭文字ですから、ね、<laughs> そうですね。はい。なんか、近しいものを感じてたんですけどね。はい。 あの、今年ほら、あの、マイケル・ジャクソンの真実っていうの。あのテレビあテレビ。これ、ビデオ撮られいしょ撮りました。折りましたね、はい、たこれね。折りですよね、えー、これね。あれ、どうですかバシウシ。うん。いや、でもね、やっぱ基本的にこの、マイケル・ジャクソンに関してなんかこう、あの、テレビを見ててあれなのは、あの、あなた成形したんでしょうってことをずっと詰め寄ってるわけじゃないですか。うん、はいはいはい。 そんな見てもわかるようなことをなんで本人に面と向かって聞くんだっていう、なんかぶしつけな感じがありましたよね。そゃそうですよね。あの、梅宮達夫さんに、あの、やったのかって、女とやったことあんのかって聞いてるみたいな感じですよね。そんな、低音に言ってるみたいな感じですよね。うーん、ねで、ま、あの、ネバーランド。ネバーランド。ねで、後に、あの、新婦出そうと思ったら捕まっちゃったりなんかして、いろいろ。 でもこれは本当に、まあ、マイケル・ジャクソンが同性愛だっていうことも、うんはい、まあその、幼児趣味だっていうこともね、ねこれはもうなんかこう、そんなあの、普通秘密になってることがこんな世界中にね、うん、有名になってますけど、うん、これやっぱこう、やっぱやっちゃいけないことは多分あるけども、ね、その自分の思向性が法に触れる人はやっぱ可哀想ですよね。あ、そうですよね。例えば、僕らが巨乳が好きじゃないですか。巨乳好きだっていうことでなんか、うんうんうん あの、人から、後ろ指刺さ,されたりとかね、うん、するようなもんですからね。うん、そうですよね。うん、たまたまそういうご趣味があったっていうことですよね。ご趣味があっ,ったっていうことですから。ねえ、うん、それ辛いですよね、確かにね。うん あの、友達の家に最近猫飼って、三、えええっと、5、五6階かなんかのマンションに住んでるんですよ。ああで、その近くに行った時にどこの部屋かわかんなくて、あの、マンションは分かってたんですけど、どこの部屋なのって携帯電話でかけたところ、顔出したんですよ。ほん、ええ、で顔出したから、猫飼ってんだから、マイケル・ジャクソンみたいに子供落とすみたいなふりして、<laughs> しこうやるんですよ。ええ、あ、これ流行るなと思って、いろんなものを落とそうとする行為みたいなんで、<laughs> そこで場所を分からすっていうのは、流行っていくんじゃないかなと思ったんですけどね。わかりやすいです。わかりやすいですよね。 ねえ。で、ミさん、大学の時に猫部作ってましたもんね。猫部。猫部と牛部と茶ボ部っていうのを三つ申請したところ、猫部だけが通ったんですけどね。活動はどんな活動ですか活動は、ムサビで、あの、え、学園祭の時にテント出して、はい。あの、見せ物小屋をやらしてもらったり、あの、ブルーフィルム上映させてもらったりする。猫とはどういう関係があるんですか猫とは関係なかったんですけど、あの、クイズダービーにも出していただいて、猫部として。猫部として。人権特集なんつって猫部として出してもらって、で 製薬詰め合わせっていうのをもらいました。ああはい。<う>はい。それの取り合いになって。クラブは解散。猫部で。はい。その目薬の。目薬と <laughs> ラブは俺のもんだとかいろいろ言って、<laughs> 出たのは俺なのにとかいろいろことでも。解散してしまいましたけどね。ああはい。 あのね。はい。マイケル・ジョクソンの横にこのマミって書いてるのはどの女かと思っこれ真実っていうか本当だ。そうですね。マイケル・ジョクソンのマミと呼べますね。確かに。確かにそうでしたね。だから、あの、できたらあの、谷選手の真実っていうドラマを作ってほしいですよね。またバシルし来日してもらうしかないなと思いますけどね。あの人。はい。じゃあ次行きましょうか。はい。はい。あ、俺ですね。はいよ。 AF の二十二でございます。あ、オレオレ詐欺。あ、オレオレ詐欺、ね。あ<ー>これ俺の友達のとこにもあったらしいんですよ。はい、あ、ありましたかはい、あ。本当に。本当にその友達んちの,の実家にあって、うん、そしてあのー、 俺俺って言っていくら送ってっていうのがあって、うん、その間はすぐにそいつに電話したから分かったようなもん思うんですけども。あ、本当にあることなんですか、これ本当にあるみたいなんですよね、これ。<ー>で、意外とうまいこと言ってるみたいなんですよ、これが。あ,あそうなんですか、うん。俺、あんまりサッカーのこと知らないんだけど、サッカーのことかなと思って、俺俺って久しぶりに言ってるから。あ,あれ、ね、俺の詐欺ってサッカーで詐欺するのかなとするありましたね、その曲ね。はい、<laughs> ありましたよね。嫌になるぐらいかかってましたね、<laughs> 昔ね。 僕もあの、東京にあの、初めて出てきた時に、あの、新宿で、あの、スーツを着た男の人と女の人に話しかけられて、映画好きですかって出ます好きですって聞いたら、このクーポン券でどこの映画館も行き放題で、どこのホテルも泊まり放題で6000円なんですけどって言われて、もう田舎から出てきたばっかでそんな悪い人がいるわけないじゃないですか。自分の頭の中に。で、買ったら本当に、 どうにもなんないやつで、はい、もう早速詐欺ですよ、はい、東京来たら。僕も普通レッチりました。入り <laughs> ました。した <laughs> 新宿駅の南口で。も俺も南口だったな。あそこ南口まだやってるんですよ。あ、やってます。てるんだ。映画、映画好きって、懐かしいなと思って、もう最近は聞いてくれないですけどね、うん、もう映画。 もうあれあって以来、街で何か好きかって聞かれても、あの、幸せかって聞かれても、幸せじゃない、映画が好きじゃないって答えるにしてますよね。ああいうの南口に降りたおすぎさんとかに聞くべきですよね。映画好きですかとか、水野春夫さんとかにね、映画好きですかって。いや、嫌いですって好きなはずでしょって言うべきですよね。そねえ。あ、そっか、オレオレほんで、沖縄バージョンも登場って書いてあるんですけどね。なんでしょう、そのプロだから、オレオレっていうのが、言い方が沖縄の言葉なんじゃないですか。あああ。 なんかあるんじゃないですかなん、なんつうんでしょうね。うちなんちゅう、うちなんちゅうみたいなのがあるんじゃないですかなんか。<laughs> 言う、言うでしょうね。<laughs> なんかあるんじゃないですか <laughs> まあ、これちょっと気をつけていただいた方がいいですね。そうですね。はい。はいじゃあちょっと、はい。いきますか。はい。はい。え、はい。えー、8番ですね。はい。はい。和田さん。和田さん。 これね、今、ひらがなに書いてあるけど、本当は、和田さんは、さんがカタカナだから。そう、オフィシャルはカタカナですね。うん、オフィシャルカタカナですからね。和田さんマジックですからね。そうですよね。これ、どうですかね。これは本当と、んでもないやつですね、この人は。和田さんって今まで、アッコさんとか、そういうことだったじゃないですか。急にこの人が一人占めですからね。昔はね。和田康二でもないです和田康二、の和田誠さんでもなく、和田翔さんでもなくですからね。そうですよね。 これはでも本当にあの、あれですよね。僕と皆さんは同じ美大ですけども。はいはい、うちらの大学からは考えがつかないような華やかさですよね。ね間違いないが出ましたからね、最後にね。<laughs> あれはいいですよね。しかも和田さん何回も入ってるんですよね、早稲田に。あ、そうです、そうです。ね、結構お年だったってことでね。 ま、これ、これやっちゃいけないことですけど、男がみんな願望として、なんかこう、そんなやらしいことがあればいいのにみたいなことを現実にやってるやつってのは本当はこれね,ね。そうですね。和田さんの顔が石原信てるにちょっと似てませんか <laughs> 似てますね。なんか目の変化、ちょっといつも、あら、またス、あの、数振りかと思うぐらいな。<laughs> う,ん,うん。大臣なんだから、大臣なんだから、俺が決めたんだからっていう、あの、記者会見の時に、和田さんかと思ったぐらい、<laughs> あの、打ち解けられてらっしゃったしね。 これでも和田さんが捕まったと同時にいっぱいの,あの人が捕まったじゃないですか。はいはいはい。はいはい、この人たちのこのかの人生はね、和田さんとかはどうしていくんでしょうかね。まあラスト侍ですからね。はい、最後の集団でしょう、はい、あれはね。えー、最後になってしまいましたよね。 これはでも、本当でもこれ、そういう、こんなコンパとかイベント自体がないじゃないですか、うん、むさびには。ありません。未来系はありませんね。えー、ありません、ね。はい、合コンすらないですか、ねあ,りすね、ありませんでしたね、ボーランドこんなことをやってるんだと思ったら、本当世の中の大学生は何をやってるん <laughs> ちょっと恐ろしいですよね,そう,ですよねそういうところの、あの、学祭とかに呼ばれたりするじゃないですか、たまに。えーえー、ほんで、なんか、打ち上げあるんですけど、なんて言われて、うん、また数分になかっことあるんだと思って、俺よく行ってるんですよ、うん、それ。えー、<laughs> <laughs> ぜひとも参加させてくださいってよく行ってるんだけど、行くと必ずあの、冴えない学生が来て、あの、就職先ありませんでしょうかって、俺に聞かれてもしょうがないような。大体、うんうん、そうですよね。大体そうですよね。 その打ち上げとかもこれディスコとかじゃないですもんね。よね。よくて紫か天狗ですよね。メインですよね、そこがね、いつもね。そう、本当になんかエロビデオのみたいな話ですからね。そうね、これまあ、そんなとこですか私は。まあ、でもね、なんかこう、すごい重い罪にしてほしいですよね。こういう人はね、こういう人は。地獄行きですからね、地獄行きです。確実に地獄ですからね。じゃあ次行きましょう。はい。 もうこれを回すことにさほど意味を感じてい、ね、意味ないですね。えっ、ー、と、愛の1ですね。はい、はい。あ、ええですわ。<A> トリビア。ねこれこの間ちょっと申し訳ないことがあったんですよ、はい、僕。で。僕はあの映画の特集に行ってまして、はい、はい、で、その、その、お相手の方とその話すときに、ここにその平ボタンが置いてあったんですよね。 はいはい。で、俺、あの、遅刻して、何の打ち合わせもなく行ったもんだから。はいはいはい ああ、こういう、こういうね、このボタンを買って、今年のあの、忘年会とか、このボタンで、へへへへみんないて、本当になんかこう、そういう、なんか、ここの置かれてると、俺もなんかこう、寒い気持ちになりますね、みたいなこと言ったら、なんかこう、それちゃんとバンダの人とタイアップで、<laughs> <laughs> そのイベントは行われてたみたいで。あの、打ち合わせ飛ばして遅刻してきたんですね、それは。はいはい <laughs> それを知らずにバンダの人がずっと後ろでキスたみたいで、うん、ええ、でその、学園にいらっしゃって、その、へいボタンを、あの、いらいはいただきました。本当楽しいお茶 <laughs> <laughs> ですよね。これああ、ヘイボタンね。うん、この間ね、あの、どっかの女性週刊誌にね、うん、あの映画特集ってって、うん、映画のヘイって書いてあるんですよ。<ー>で、あの、美容室でちょっと見てたら、あの、うちのアイディアンドティティのヘイっていうのがあって、はい、俺んとこにもヘイもあったのかと思って、見たら、あ,<ー>あの、えー、撮影現場に、あの、原作者の三浦淳が、 え、シュークリームを持っていったらしい。へーって書いてあるんだけど、全然面白くないんだ。そんなことをへーにするのかっていう感じでしたけどね。もう、へーの、その元々の意味が変わってますよね。変わってますよね。でも、多分関西では、そのへーボタンを押して、へーへーへーってやって、本当にブーってやるやついますよね。必ずいますよね。おい、それ生身じゃねえかっていうオチは出ますよね、へーボタンとしてはね。確実に出ますよね、それはね。じゃあ、まあ、次行きましょうか。はい。 あ、じゃあ俺、俺、待ちときましょう。はい、もう、どっちも足はい。はい。王の72。はい、これ最後だはい、最後。はい。はい、六本木ヒルズです。ああ、どうですか、ここは。ねえ。うん。まさか毎週六本木ヒルズに行くことになる人生が自分にあるなんて思いません、ね。<laughs> 思いませんでしたね。10年前なんてもうとっても考えられない人生を送ってましたからね。いや、俺、六本木ヒルズができるまでに六本木に遊びに行くとか、はい、六本木に用事があるってこと自体がほとんどなかったですもん。 ああ、ないです、俺も全然ありません。JWEB に行くから行くっていう。はい、それくらいでしたね。で、夜のヒルズしか知らないでしょそうです、しかもあの、平日の, <laughs> 平日の夜の閉館した後の。ええ、あの、寒い、だだつ寒い。あの、ええ、あの感じしか知りませんもんね。なんか、あの、SF のなんか、ね、<laughs> ね<え>なってるみたいな感じの。ねえ。 あそこも、ほら、あの、カードで、ピューって開けるじゃないですか。えー、あのカード、カードで。えー、おしっこする時も、あのカード持ってないと、帰ってこれないじゃないですか。俺も一回帰ってこれなくなったことありましたよ。おしっこで。おしっこで。おしっこで。はい。あ、情けないですね、あれ。おしっこして家に入れてもらえない子供みたいな。<笑><笑>やっぱりあのー、やっぱりうんこの時は2回ピッピってこう、やった方がいいんじゃないですかね。れそれの方が、まあ、丁寧ですよね。丁寧,丁寧に拭いてる感じですよね。<laughs> そ,うねそうですよね。 ルイ・ヴィトンっていうのは何なんですかロッポンヒルズ。僕一緒なんですよ。ロッポンヒルズ内にある。あるんですかルイ・ヴィトンにすごい行列ができてるっていうことなんですかね。<ー> LV って書いてあるんですね。LV ってやつですね。えー、全然知らないですけどね。えー、<ー> l o v t i o n、ね、T-I-O-M ですからね。<laughs> こういうの知ってますこういうブランド。こう、でもこういうのをお姉ちゃんに買ってあげたことはほとんどないですね。 僕もないですね。うん、僕ね、あの、ムサビの大学の時に彼女の誕生日がありまして。はい、で、本当に自分、自分が欲しいものをやっぱあげると喜ぶだろうと思ったんですね。<の>で、<laughs> クリアファイル、3枚あげたところ、ちょっとって言われましたね。はい、それから2ヶ月後に別れてしまいましたけどね。<ー>クリアファイルはダメみたいな。ダメですよ、ね。ダメですそれ、はい、ルイ・ヴィトンのクリアファイルでもダメだったっていうことですよね。 まあ、クリアファイルから離れた方がいいですよね <laughs> そ<れ>。そうですよね。<laughs> ね僕も一回、はい、あの学生の時に、うん、それも、なんか手作りのものの方が心がこもってるじゃないですか。<laughs> そうそ,そう、そ,うそう当然ですね。僕も未だにそう思ってますね。ね あのー、粘土で箱庭みたいなのを作って、牧場みたいな風景をちょっと作ってみたんですよ。はいはいはい。それを、その時に、心こもってるんじゃないですか。こもってるんですよ。しかも小さいあの牛の人形とか、あの盆栽みたいなの入れてね。はい万盆栽みたいなですね。作っていったんですけど、それを吉祥寺で、もう吉祥寺で、ムサビの時とか、ら、吉祥寺でご飯食べるって一番都会じゃん。いやもう大都会でしたね。国分寺から吉祥寺出てくるの大変でしたから、遠征って言ってましたからね。 ほんで、吉祥寺のそのご飯屋さんでそれをあげ、あげたら、まずそのことを、その俺のプレゼントが気に入らなかったっていうのも、プラス、あと俺がこう、持っていってる間にかなり、牛とかが倒れてた。ですよね。うん。それは、あ、もう顔に入実に出てましたね。出てました。なんかもう開けた、箱開けた瞬間に俺が上から振りかけてた緑のあの、芝をイメージした粉がもう、バラって出てきました。 うん、だからやっぱり美大系ってそういうね、手作り感出しますよね。うんえー、やっぱりね、そういうの大きく外してる。みんながやっぱり、みんなが並んで欲しいやつが欲しいんですね。うん、プレゼントっつうのはね。そう、ね、どうやら。それはやっぱり45になってやっと分かってきたかなっていう感じですね。分かってきま、ね、この間もその、今はクリスマスとかね、アイナーがある時期って、うんあの何、あの、ティファニーとか、<ー>いっぱいいるじゃないですか、あれ。ね、人が。えー、だってみんなと同じもんを持っても面白くないじゃないですか。うん だから、そんなんだったら、ちくわみたいな方をはめた方が、目立つじゃないですか。うん、でも、それは嫌みたいですよね。目立つのが嫌っていうことでしょうね。じゃないんですかねい。いや、ちくわが嫌なんだと思 <laughs> <laughs> ちくわがとか、<laughs> クリアファイルが嫌とか、<laughs> ちくわが嫌ってことですか。そうですね <laughs> あ。そういうことですかね。うん、まだまだ掴みきれないもんありますね。まあ、でも、本当、ロポンギヒルズ、でもあれですよ。ちょっと早めに来たりとかすると、うん、やっぱ可愛い子とかいますよ。見たことないような。いますかいます。 ブーツが白とかだったりするもん。あら、汚れるじゃないですか、ゲロとか履かれたら、飛び散るじゃないですか、それ。いや、それでもいいっていう人たちが来てますよ。ああ。やっぱりあの白い靴とか履くと、あの、やっぱり、あの、新学期来た時にみんなに踏まれるっていう恐怖あるでしょ。小学校うこの時、白い靴だとね。踏みに来ますからね。踏み靴が。踏み靴みたいなことになりますからね、ね。はい。ということで。 あの、一応今年を振り返って、見ましたけどね。来年、J-Wave、まだやるんですよね、僕ら。やるんですか、これ、うん。なんかこう、はっきりしたことは言われてない。<laughs> なんか、ずるずる来てるわけでね、言われてないですけど。はいはい、リリーさんとこは、なんかあの、女の子と喋ったりするですそうですね。あの、安めぐみちゃんい,いいじゃいこれ。あともう一人は、あの、園田っていう、あの、三出版の、いきなり三出版ですか <laughs> <う>いきなり三 <laughs> 出版の園田っていう。はい もう、と<う>、白夜とか越しても3です、三、ね、いきますか。えー、あえ<ー>、ミラさんは、えー、安斎さんと。はい。もう50になってる人と相手にしてますからね。安斎さんも 50? にんあもうなられましたんで。 そんななん、あの、自分はあの、よくイベントするんですけど、はい、ゲスト安西さんとか呼んで、うん、自分より年上のやつをゲストに呼んでるのって、うん、美味しいのか美味しくないのかよくわかんないですよね、<laughs> それね。やっぱり自分より若い人呼ばないと、人は喜ばないんじゃないかなと思って。<laughs> でも最近、皆さんの<え>あの、TR2 聞いてると、<う>あの、安西さんがあの、読まなきゃいけないものを読んだりとか <laughs>、そうなんですよね。<laughs> 進行することになってるんですね、はい。そうなんですよ。安西さんがいきなりあの、チップとか言うようになっちゃって、<ー>はい。それがなんか受けるんだと思ったみたいですね。 ああ、大きい勘違いをされてるみたいなんですね、<laughs> <う>今。はい、それも言いづらいですよね、年上だからそうなんですよ。年上だからちょっと言いづらくて。<laughs> はい、あんまり言うと逆切れされる場合あるので怖いんですよね。<laughs> 気ぃつけてやってるんですけどね。それはやっぱ50になって、地方がどうのこうののことで怒られたくないですかね。怒られたくないです。もう本当怒られたくないですね。<laughs> いすはい。まあ、えー、来年、またお会いしましょうっていうことですね。はい、はい。な、いいですかなんか一言。 特にはないですね <laughs> あ。僕も特にはないですけどね。<laughs> まあ良いお年をっていうことですね。はい。そして TR2 を、はいえー、僕と皆さんが火曜日、はい、僕は水曜日なので、はい、ぜひ。はい。はい。はい、よろしくお願いします。ザ・タイガ i g